アサリーやっていこうか。さあここのねローラー苦手っていう人もいるかもしれませんが、僕の動画見るだけで使えるようになります。はい、でも本当にな、なんか本当になってなんだこの喋り方、本当になんかなんだろう、普通に俺バスケやってたんだけど、普通にプロの試合とか見てても上手くなってるもん。本当に正解を知らないで突き進むのと、やっぱ正解を知って突き進むのとやっぱ全然効率は違うからということで、なんか死んだ。だいぶ引いてんなこっち、なんでこんな引いてたんだろう。帰ってきた、これはまずいね、だいぶめんどくさいってなっちゃった。ザッププライムだとそんな引かなくていいのよね、こっち前線。これかなり苦しい、待ってるよ。まあいいんじゃない、苦しい試合だけど、うまいこと。まず中国の、あれ出る、誰か、誰も来てくんねえ。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、この人ちょっと待って、落ち着け、大丈夫だみんな、ちょっと俺は何かしよう。カバーが皆無だったな今のところは。でもこっからだ、こっからみんな足並み揃えていこう。チャージはやっぱ難しいね。あ、今知らないんだ、味方に座れたのか、分かんないけど知らなかったな。リッターにむずいんですよアサリ、どうしようもねーこれ、苦しすぎる。待って、誰もいねえ待ってくれ、頑張ってくれ、頑張れ。前が誰もいない、やられてんのかな、わかんねえな、まあ、こういう試合は耐える、耐えるしかないめっちゃ単純だけど耐えるしかないね。オッケーオッケー、聖域は倒した。いや、こういう試合は俺がなんとかこういう状況でもキルを取って味方を楽させてあげる、これは唯一の勝てる方法。オッケーオッケー、パブロもしっかりとショットいかないとね、絶対やれるよそれ、やれやれ。一回乗ってレール取っちゃうか、問題ない問題ない。オッケー、やったやったやった、ラッピーが上でしょ、上のラッピーどうでもいいんじゃない。オッケー、やったやったやった、これが流れよ、これが流れ。そして諦める、すぐに。あー、味方アスリ拾ってくれてるタイプか。やったやったやった、入れろ入れろ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、俺なんとかしてあげる、よこせ、大丈夫でしょ、オッケー、さえないかも周りに。オッケーオッケー、俺が神になる。地獄、登ってこない、ふわっとこいった、いた、直射やれないか、待て待て、俺が巻き込まれた、最悪最悪だ今の。いや、まあまあまあいいでしょう、いいでしょう、いい動きはしてたよ。さあこっからよ、さあペナープリッターどう動かしていくか、どんだけ大回りすんのそれ、どんだけ大回りすんの、大丈夫か？いる。いやー、着地分かってんだけど、もう一回来るしょ、これ。オッケー。あと前で短期特性だけ。ほい。火届かんか、今の。そうするしかないもんね、ふわっとは。クワッタ一回ああいうなんか人数いいだったらもう泳がし、あーずれやがった先輩ピッチ、危ねえ。あー右ツルパブロか、あんま追っかけたくないんだよな。
そういう時はカーリングでいいんですよ。こうやってね。冷静なやつが勝つゲーム。このゲームは。来るしかないから、そいつ縛いて、もういい問題ない。オッケー。カチカチ。ナイス。オッケー。足並み揃ってなくてもね、無理やり足並みを揃えさせるっていう動きをやってみました。オッケー。3デスしかしないからね。キル足なしで18キル3デス。素晴らしいじゃないですか。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃないですか。ナイス勝利。王さん、ガチアサリやっていこうか。さあ行くぞ。相手が、スシコラ、パブロ、ロンネク、竹。わあ、竹屋だな。竹屋だけど、こっちクーゲル。とうとう、強い武器がたくさんいるので、普通なんとかなりそう。死ぬ。ところでした。パブロが暴れてんな。俺死んだー。マジかよ。寿司強。うまいな、この寿司。てか、俺が下手くそだったか、今の。さあ、だが、しかし、優位状況は崩れた。絶対1個いるでしょ。丸みさんなんの？あ、ネクロか。多分奥いるよね、2人。で、竹がいて、正面にパブロの音がする。左4人だね。じゃあ、アサリ集めよう。じゃあ、アサリ集めようと思ったら味方が集めてた。これね、俺が浮いたらもったいないね。まず1キル。いや、俺がね、焦んなきゃ勝てる。結構、俺次第みたいなとこあるね。こういう押す場面は。俺が浮いて死んじゃったらもったいないから。で、これパブロ来る。ワンチャン。ここはね。やれんかったー、今の。いい、誰も死んでないからいい。で、丸見さ、枕を。で、パブロが上でしょ。じゃあ、右の人数減ってるってことでしょ。じゃあ、最高よ。これ、体出させればいいんだから、俺は。さあ、カモン。ナイスパス。で、あとは俺は相手に圧かけしつつ、この来たアサリを拾って、冷静でいい、俺は。相手体しくが。そう、こういう敵ね。体をうまくさらさずに、こうやってアサリ入れて、いくと。いいんだよ、こういう試合はね、マジこういう動きでいい。本当に、もったいない。俺がこれ前出て、1キルとか取ったところで流れが変わんないから生存して、味方のアサリの最大個数を上げていってっていう動きいいと思って。下いなかった竹とあれか丸みさん2枚だもんね。やっぱいるよね。来た。ナイスナイス。で、こんだけ入れてると相手なんか勝手焦るんだよ。焦ってくるんだったらもう最高なんだよね。で、こっから投げればいい。当たんないから。ネクロにやられてもいい。これはで、こう動いてアサリあと1個だからパブロが持つやつを入れるだけ。はい、オッケーです。キルはいらない。欲しい時に取ってあげればいいんですよ。ローラーでもこういう動きできるからね。無理やり行かないで、ゆっくり行くと。オッケー。タンタタカタン。ナイス。いや、3キルだけど、30キルの価値ありますよ。そうか。さあ行くぞ。相手が、プライムクーゲルだー。相手だけクーゲルだ。やばい。これはマジでやばい。ナイスって言ってるけど、そのナイスは返せないわ。相手にクーゲルがいる時のナイスは返せない。頑張るぞ。頑張るしかねえよ、俺たち。左いるわ。バケツから行ってこう。初動カットでかいぞ。届く？相手のクーゲル。持ってくるでしょ、これ。なに、あー、クゲ上がってきたのか。うわー、最悪。やってくれ、それ。やれやれやれ、後ろからだったらナイス。ナイスだけど、よくねえなー。いや、今のクーゲル。そう、そっから上がってくんのか。全く読めなかった。強いわ。バケは持ってこう。バケだけ持ってったら俺の仕事は
完了と言いたい。危ねえ、お前逃げ道はない。いけるか、いやー左通路に悪魔がいるよ。カーリングずっと流そう。どうせいいんだよ、バケツ勝てねえぞ俺。でも一応通路通さないようにはするけど。オッケーオッケー、ナイス、いいね、それは神。いや神すぎ味方マジで、ありがとう。いやこれアサリ拾いに行こう俺は。あー一人行ってんな、一人行ってんだったら俺はポッキープでいいや。うえ、あーキープしてたけど拾い、え切ってないな。お前もだよ、許してくれ、俺のことはほっといてくれ。パンチ、オッケー、バケやった。右、オッケー、見えた、イカリンだ、危ねえ。ザップもイカリンか、バケツだけじゃなくて。右左奥、発生味方ここいるからめちゃくちゃ目立ってそう。ごめんね、ちょっと待ってね。いや、カーリング当たってる、ちょっと当たってる。待ってくれ、それは無理だ。俺は変わろう。変わろうだけど見られてるよ。フェイクだ。どうすればいいと思う。いや、死ぬ、これ。くそー。さすがに入れるのきついね、こんな固められてると。あー、どんまい。まず逆にピンチだ、これ。バケツ。持ってくれ、ナイスね。ナイスアンダーすぎる、それは。神だ。いや、オッケーオッケーオッケー。もう全然、こんだけ仕事してくればオッケーよ。やばい、俺これワンチャン狙われる。ほい。あそこね、人状態になるとね、なんかいい感じに避けれます。あー、どうしようこれ。当たる。暗い。いや待って、いや、あーくそ無理だそれ、くそー。いや今プライム殺せばよかったな、今やれたわ 100%。 やばい、かなりやばい。いやかなりやばいよこれは。相手14でカウンターされるんでしょう。まずい、まずい、いやまずなんだこれは。上に張るボムに当たった後、ああ終わったー、これ終わった。リードされるわ、しゃあない。じゃあ突っ込む勇気、えマジ強プライム今の、やばいこれは、かなりやばい、まずってる。やばい、これ一人死んでんのやばい。もう敵の位置が全く分かんない、塗り替えばすぎて。いやオッケー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 、全然オッケー全然オッケー、そこにいるのはいい。じゃあ左詰めよう、じゃあ左詰めよう、相手が右通路いっぱいいるんだったら。あー何こいつ、潜伏してたのか。ラスト待って、ペナーがかなり入れないと厳しいね。俺は前に出よう、カウンターすれ味方に持ってきてもらうしかない。ちょっとやった、回せろ、ナイス入れた、ワンチャン、ナイスナイス、それ勝ったのはナイス、オッケー、ナイス。あぶねえ。勝つ、よかった。てってって、バリラ、バリラ。オッケー。